ないやん。小籠包。大好きなパン屋さん。うまそう。ヤッホー、みなとみらいに来ました。飛んできた。え？ねえ、そうやってパンパンやんないやろ普通。今日はお日柄も良いですね。大丈夫そう。スピーチ。今日風強すぎてさ、絶対外撮影向いてないんだけど。パセリ。あ、ここトマトない。ある。ないやん。うまっ。このパンはスタバのものではありません。ごめんなさい。ちょっと来るときに食べようと思ったんだけど、すぐに電車着いちゃったから。1個だけしか食べれなかった。2個。マジメロンうますぎ。マジ風。ここだけ奇跡的にさ、風吹いてないよね。あっち見るとやばいんだけど。まあここは来ないのかな。わかんない。ねえみーちゃん、さっきから揺らしてください。私ずっと揺れないようにこうやって押さえてんの。見えかかったかったよ。やめて。うますぎ。無限に食べれる。ゴールデンウィークが始まったんだけど、何も予定決めてない。人が多すぎて観光地に行く気にはなれない。みんなは何やる？ゴールデンウィーク。でもめっちゃ暗くない？マジで。あれ、どこ行く？キャンプ行くわ。ガチのゆるい休日なので今日の Vlog つまんないかも。普通に先に言っときます。これ乗りたいんだけど、ママ乗ろうよ。なんで？みんなが撮ってママが乗るだけならいい。じゃあママ乗ってくるよ一人で。じゃん、ママが乗るみたい。入らないで、入らないで。いや、行くよ、もう少しで。めっちゃクラゲインの。やば。どういうこと？みーちゃん、あのピンクの乗ろう。乗ろう。無理無理。なんで？なんか私待ってるよ。お願いお願い。一生のお願い使われても無理。乗ろう。無理。じゃあ何乗んの？アイスワールド。やだ、アイスワールドお腹痛くなりそう。やだ、あれ吐く。アニタッチ。餌を買って、これ誰の餌？ひよこ？餌やり。かわいい。自分に痛い。あ、めっちゃ来た、めっちゃ来た。逃げられてる。両手で持ってあげて、両手で。見てみーちゃん、見て見て、この子。これ落ちるよ君。これ触っていいの？かっこいいね。何？ヘビ？あ、ヘビじゃないか。トカゲか。え、ヘビ？あ、トカゲか。
ヘビいたらもう超嬉しいでしょ。嬉しい。目開けてください。あいたいたいた、うざいって。怠け者さん見るだけでお願いいたします。え、こうやって手であげなよ。大丈夫大丈夫。あとね、もっとね、上であげるといいかな。手閉じて、お口の前で。そう。おー、すごい。もうくちばしが偽物みたい、この子。めっちゃ怖いね。上だって、上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 。大丈夫、上にやって、上。ね、歯が。中華街来たけど、鼻血出てます。そして人がやばくて動画は撮れてない。小籠包買ってきました。いつものところの大好きなやつ。マジで並びすぎてる。暑くない？ずっと暑い。やば、めっちゃうまそう。あー、汁が汚いんだけど。めっちゃ汚いんだが。このねえ。絶対熱いやん。だって出来たてだったよ、さっき。なんかそこ大丈夫、映りだ、いい写真、映り暗い。大丈夫。いただき。おいしい。どうする、この後ごま団子食べて、ベビースターのお店に来て。ジージがベビースター大好きだから買ってく。昔のやつと、これ銀だこのやつ美味しそう。あとベビークランチショコラ超美味しそう。全部美味しそう。私も食べたい。いただきます。いつも飲むフカヒレスープ。あった。うん、空気で。空気でよ。みーちゃんごま団子ってことで戻ろう。マジまともな Vlog じゃなくて申し訳ない。これは1日 Vlog は無理だわ。どれがいい？え、3個持ってんの。やっぱ黄色だな。それかわいい。ギャル普通に欲しいんだが。めちゃくちゃかわいいんだが、これ。待って、裏もじゃん。そう、かわいすぎ。やば、これ無理、欲しい。私ブッサイクすぎるし、顔が倍ぐらいでかいように見えるんだけど、ミヒの。昨日どこで動画終わったかもさ、覚えてなくない？ママとパパもいます。やっほー、今日はアウトレットに来てます。今日もとんでもなく暴風なんです。みーちゃんはゲームやってます。なんかいいのあるといいな。おやつ、イエーイ。おいしそう。ちょっと水が飲みたい。3個で600円。皆様こんばんは、ミユです。パワー。どういうこと？ねえ、みなっちゃん聞いてくだち。
全然いいものに出会えず、ほんとね、なんかもう今日は買うぞっていう気でいたの。アウトレットってさ、買うぞっていう気で行かないと何もないっていうか、ね、そろじゃん、いつも私買わないんだけど、あんまり今日は買うぞって本当にそういう気で行ったの。でも全然買わなかった。唯一私これだけだよ。でもこれやばい、このナイキのヨガのパンツめちゃくちゃ履き心地良すぎて、今までのあのレギンス、ヨガ用じゃないレギンス何だったのっていうぐらい、これね本当にやばいから、もうヨガ用しか履けなくなりそうなぐらいめちゃくちゃ気持ちいい、素材もっていう収穫はあったんですが、もう本当に今日は買い物欲満々で行ったのに買えなかったから、帰りの車の中でめちゃくちゃ韓国通販でね、もし今日何もアウトレットで買えなかったら、なんか買おうと思ってたものっていうか、もともと欲しかったんだけど、今日のアウトレットでたくさんお金使うだろうからこれは我慢しとこうって思ってたものを全部一気に買っちゃいました。みーちゃん寝た？そんな感じなので、購入品とかも紹介できないし、本当に何も収穫のない動画になってしまったかもしれないんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。ちゃんとした動画になってることを祈ります。昨日のね、あのなんだっけ、アニタッチ楽しかったよね、みーちゃんね。ね、みーちゃん大丈夫そう？ロックうちらね、アグでね、アグのアウトレットでね、めっちゃ買いたかったな、いろいろ。でも全然なくて。あと私ね、MM6 に最近ハマってるから、MM6 でなんかいいのないかなって思ってたら、そもそも木更津に MM6 がなくて、なんちゅうことでしょうっていう感じになってしまいました。っていう感じで、そんな感じの休日です。ゴールデンウィークはね、何も本当に決まってないからどうしようって感じなんだけど、本当どこ行くにもさ、人がたくさんいっぱいいると思うから、うちらはこんな感じで多分何するんだかよくわかんない休日をいつも過ごしてると思います。また動画にします。ちゃんともうちょっと気合を入れて Vlog を作ろうと思います。あまりにも今回ゆるすぎたね。久しぶりにゆるゆる動画作っちゃった。ね、そういうところよ、ゆるゆるすぎる久しぶりにミヒのねシーンでね、またたくさん買ったから、シーン届いたらまた紹介できるかな。え、マジで、あ、この前アイハーブで久しぶりにローズウォーター買ったの。そしたら匂いが懐かしすぎてやばかった。めっちゃ懐かしくない？もうこんな入れ物変わっちゃって、入れ物変わってから一回変わった気がするけど、またその後変わってない？なんか見覚えないんだけど。これで、パックを爆買いしました。またみーちゃん、それ何色がいい？これ、あ、白はダメ、ホワイトニング用。これ、それ多分ミントだよ、一番いいよ、別にそれでも。みーちゃんに1個あげるよ。んー、何がなんだっけね。赤はね、シナモンで美味しかった、前使ったことあるんだ。見てね、人の服伸ばすのやめてマジで伸びるわね、やめて伸びる ね、絶対伸びたやん、やめてくれない？超伸びたね、やばい顔でさ、ちょっとあれサムネ撮ろう。どうする？私の顔見て。